野西です。音拾ってるのが首ボキーなってたよ。いやこれはボケる前に首の音鳴るってある？ひょっこりはんみたいな感じしようかなと思ったんですけどね。まあまあ藤虫なりすぎやって。ボッキリはんで、ボッキリはん、ボッキリはんいろいろあんの。本日は、はい、ちょっと奈良さんの方から、うん、発表ということで、そうですね、はい、絡みづらい先輩ランキング。正直きつい、ちょっと正直ちょっときつい先輩きつい、すごい発表しますけどね。もういい加減、いい加減というか、うん、いい加減してくれと。ちょっともうちょっと厳しいぞ、ちょ厳しいぞっていう先輩を発表していくという、はい、それはもう奈良さんと一緒にこう、はい、現場一緒になったりした時に感じたことですね。そうですね、はい、はい、正直きつい。そうですね、先輩トップ4すごいな。だいたいこういうのトップ3とか、トップ5なんですけど、4、トップ4で、F4 みたいなことですか？はい、T4 で、T4 でいきます。はい、じゃあまず最初1人目、はい、4位ってこと？ 4位ですね。はい、この辺はもう結構似たような感じなんですけど、はい、じゃあまず第4位、こちら、おたけさん、はい、おたけさん、ジャングルポケットの、ジャングルポケットおたけさん、はい、おたけさんが、きついぞ、まあまあきついぞという感じなんですけどもね、はい、なんでですかそれは。やっぱその、うん、会話が進まへんというか、そんな初期の、はい、そんなこと会話が進まへん、なんかもう喋るじゃないですか、うん、例えば「何しよ」みたいな、あの言われるんですけど「あ、いや今からちょっとあの営業でちょっと準備してます」うん、なんで、え、いやいや、あの営業行かなあかんので、あの片付けちゃう、うん、なんでどうしてってあれさ、わかる、あの人なんなのあれ、顔もちょっと言ってるんですか、うん、なんでおかしいよな、心配になる、変よな、まあ、うん、きついというかもう心配ほんでおたけさん YouTube 始めたやん、うん、YouTube 始めて、うん、にしょ、何してんの、何してんの、いや、あの、今衣装着替えようとします、なんでいや、あの、出番なんでって言ったら、あのさ、うん、俺 YouTube チャンネルやってるじゃん、 あの、後ろからちょっとカメラマンとしてついてきてほしいんだけどっつって、あの、久保田さんに、うん、トロサムの久保田さんに突撃するみたいなあ、まあまあ、わかりました、で、後ろから回しといたらいいですねっつって、じゃあ、はいということで今日は始まりました、おたけちゃん、最高潮チャンネルとかって、うん、ちょっと言いたい人がいますとかって、物申したい人が、うん、こちらとかでガチャとかって、ちょっと久保田さんに突撃してねんけど俺一緒にカメラ持ってついて出ねんけど、久保田さん、なにみたいな、どうしてくれるんですかみたいな、おたけさんがノープランでうわ突撃してねん、もう何にもないんやろなって、で、久保田さんもそれ分かってて、ないえ、しんどそれを俺がずっと撮っててやめてくれやと思って、で、久保田さんもまあなんとかもう落ち着けれへんじゃんって、久保田さんなんか最後下半身脱いでやんかおたけさんが何してるんすかとか言って、いやいやもう優しい先輩だよ、優しいよ、ほんま、落ちをつけてくれね、ほんで、じゃあ何してるんすかって、おたけさんがバーって部屋出て落ち着いたのに、なんだあの人とか言って、はいっていうことで、いや地獄ないかって地獄の動画に付き合わされた、ほんまに、うん、であと、ね、あのひろゆきさんに絡みにスーパーチャット、うん、絡みなくてひろゆきさん生配信に絡みに行って、あのジャングルポケットおたけさん、うん、面白さ感じないのでうん、ちょっとそうやねん、心配なんです、おたけさんちょっと心配やねんないろいろと、ちょっとプランを立ててね、ちょっと行ってほしいなという意味で、はい、4位がおたけさん、はい、おたけさんでしたね、おたけさんで4位、うん、とか思っちゃうけど、はい、はい、第3位、はい、正直しんどい先輩、ジャンポケ太田さん、おい、ジャンポケさんえぐいかな、どうなっとんねん、ジャングルポケットさん太田さんこれは意外と世間の人は、え、太田さんってなるかもしれないですけど、まともな立ち位置を取ってるんですけども、めちゃくちゃやから、楽屋入ったらまずあのいろんな人に挨拶していくんですよ、うん、おはようございますって、で、なんならもう入った瞬間に太田さんがいることあんねん、うん、ほんで、あ、おはようございますって言おうとした瞬間に挨拶は、挨拶は
今もう一目散に行きましたもん。挨拶まだしてねえなっていう、そのあれなんなんマジ。俺もこの前さ目やって、うん、あ、おはようございますって言ったら挨拶は、いや挨拶した後に挨拶はもうおかしいなんかもうそのまあ礼儀正しい、まあ、ふざけてんねやと思うけど礼儀正しいのは礼儀正しいんですけど、ちょっと厳しすぎておかしになってるという。いやもうめちゃくちゃ頭おかしいよな、あの人頭おかしいし、あと楽屋もなんか入り組んでちょっと横を行ったりして、うん、太田さんあおらんくなったと思って、太田さん出てきたら全裸で出てきたりする。あるわ、すぐ脱ぐよな。いやー、太田さん変やね。本当にもうめちゃくちゃです。ジャンポケさん、ほんま斉藤さん以外ちょっとみんなバグってる。4位、3位、ジャンポケさん、はい、2位、続いて、はい、はい、第2位、はい、こちらです。森山さん森山さん見取り図森山さん、なかなかね。まあ森山さんはね、もう見取り図さんはもう言うてもう8年前ぐらいから劇場ご一緒させてもらってます。そうですね、大阪の時からめちゃめちゃ面白い先輩なんですけど、やっぱその、はい、面白さゆえのパワハラというか。パワハラ？パワハラ。例えばどういうあれですか？まあまあ、よういじられてるような楽屋で、金スマで喋って、まあ、めちゃめちゃいい先輩で、そう、金スマで見取り図さんについてどう思ってますかっていうインタビューがあって、奈良さんがいやほんまにもう森山さんのせいでいじられすぎて楽屋で、楽屋で着替えてなかったですみたいな、非常階段で着替えてたらまたそれを森山さんが追っかけてきて、ナダルが非常階段で着替えてるぞーって、もう嫌でしたみたいな。で奈良さんボケで本当にトラウマですみたいな感じ言ったら、なんか視聴者の人森山さんに最悪やパワハラみたいな、そうですね、言ったらしいな。はい、まあパワハラなんですけども、森山さんは、森山さんはもうほんまに爆発的に面白いんですけども、うん、やっぱ何をされたかちゃんと言ってたから、あのまあ金スマでカットされたとこで言うと、金スマでカットされたとこ、ね、なんかけど祭りやーって言って始まって胴上げ始まるって急にその楽屋に普通に急に僕の祭りが始まる。なんかその結果残したとこじゃなくて急にな、急に祭りやーって、祭りやーって森山さんが言うんや、変なで僕を胴上げしてくるって、うん、でうわーって胴上げしたかと思ったら森山さんがどっか行ったらみんな僕を下ろしてそのままどっか行く。めっちゃ怖いやつやな、胴上げ。海外のドッキリみたいな、結構上がるんで。森山さんずっと僕のことを病気やと思ってる、うん、チンポ肥大症候群あの僕のことをチンチンやと思ってるっていう歩くチンチンやと思ってる。チンポ肥大な症候群、チンポ肥大症候群ずっと思い込んでて、そんな病気ないんですよっていう症候群って。 あとなんかそのみんなで女にちょなんだこっちこっち来てって、うん、暗い暗いとこ連れてくれて、うん、キスしてくれて気持ち悪いちょっと待って、もう意味わからへん、意味わからへんやろ、これで2位、それほんで違う時に暗いとこ連れてかれていきなりカチャカチャってベルト外してでっかいからさでっかいやつが暗闇で、ラナさんそれされた時どうすんの、されるわもう意味わからへん、勘弁してくださいよ、変な人ばっかマジで。じゃあ1位誰、森山さんをも超える、あのガチめの方です、ガチめの方、今までちょっとお遊びで、今まではちょっと森山さんのそのね、キスしてくれとかもちょっとまあ冗談というか、うん、ノリというか、はい、急に1位に踊り出た芸人ガチガチ、はい、摩天楼さんコンビ摩天楼さんコンビコンビです、ね、アントニーさん、オートニーさん、2人とも、そうですね、アントニーさんやっぱすごいんですよ、やっぱ面白い、いや、めちゃめちゃ面白いやろ、ね、やっぱ話、トークで言うと、うん、多分この年代で言うと一番おもろいぐらい、エピソードトーク一番と思う、ジュニアさんもちょっとアントニーおもろいなみたいになってるぐらい、うんの感じなんですけども、いかんせんやっぱその主導権握りがちという、ほう、あの絶対にいじらせへんっていうあの感じでやっぱ言葉巧みやから、おうおう絶対いじらせでこうへんっていう、なんでなんていう、あの絶対仕切る方で回そうとする、誰が回しとんねんって誰が大回しとんねん、遊ばれてくれと思うの、アントニーさんのちょっとそういう部分が気になる、うん、なんていうかあのきつい女の子との番組みたいな、ああありますね、でなんかアントニーさんモテるでしょとか言って、うん、なんかその振りなんかガチなんか分からんけど、うん、いやまあそんなモテないって俺はみたいな、
まあ、俺も正直その持ってるとこ見てたことないし、うん、なんかまあでも結構お持ち帰りとかしてんじゃないですか。まあまあノリでね。まあまあもうプロ野球のなまあまあ、 あの首位打者ぐらいの感じとか言って3割ぐらい持って帰ってることになってる。あ、3割バッターぐらいは行ってるよっていう、うん、ずっとそんな持って帰ってる。でやっぱなんていうの、まあ、でもなめっちゃ俺も1回だけなんか社長さんともめっちゃ前やけど、うん、アントニーさんおって他鬼越さんおって、うん、鬼越さん、アントニーさん、社長さんでもう闇の飲み会やねんけど話はおるやろっていう話はいなかったですよ、うん、もちろん。で、あの鬼越さんがアントニーさんいじんのめっちゃ好きやから、うん、おい、アントニーとか言って酒井さんやねお前今の恥ずかしいだろとか言ってずっといじってもういいよもういいからいいからとかアントニーさんなってて、俺がカラオケを歌うとベロベロやって俺もで、あ、西野なんか歌うんだなとかってアントニーのこと言う悪くちゃダメだぞみたいな、なんかちょっと怒りみたいな。で俺もいやそんなん言うわけないじゃないですかって。でアントニーのなんか分からんけどチンチンは短くて太いとか地獄みたいな替え歌を歌ったら、ニッシーのもういいってとか、そこではまあもうアントニーさんももうおちゃらけみたいな。で酒井さんとかめっちゃ当てて、リシーなおもろいなみたいな、もっと言えもっと言えとかね、ハハハハとか当てて、その後ダーツするってなった時にダーツ回ってった時にアントニーさんが自分のポーンって抜いてこっち戻ってくる時にキューってつねってきてイレレレレって言ったらえ切れてるやんちょっと待って切れてるやんって、やばいやばいやばってなって、え、アントニーさん何その替え歌でいじっただけやん後輩が、それはちょっとないなほんまにギューッてアントニーさんいじられたらつねってまうでアントニーさんがつねってきたからアントニーさんつねられましたみたいな鬼越さん言ったら、え、アントニーやばいぞそれはとかで、してないよするわけないじゃんとか、うわわわわってなって、これはやばいと思ってアントニーさんえぐいぞこれはっていう、で、アントニーさんもえぐいんですけど、オートニーさんの、オートニーさんね、そう、オートニーさんも同率1ってことでしょ、闇属性というめっちゃ優しいんですよ普段、うん、めっちゃ優しくて面白いわなだろう面白いわとかめっちゃ、うん、優しいしな、そうそう、めっちゃ実害を被ってるわけじゃないんですけど、うんうん、透けて見える怖さというスヨミのダウンタウンでもあったけど、あの閉じ込められるやつ、正直その本当に自分のことを言われたんで余計ちょっと身震いしたというか、うん、トニトニチャンネルのいや見てください、マジで解散ドッキリね、そうそう、アントニーさんがオートニーさんに仕掛けた解散ドッキリ、うん、ちょっとこれマジで見てほしい、ほんまにブチギレほんまやっぱその時だやっぱ僕もやっぱ自分のことを、僕は別に何も言ってるわけじゃないんですけど、うん、ちょっと巻き込まれ事故みたいになってるんですけど、そう、ラナさんも出てきてるな、そうそう、その時やっぱめっちゃ怖かったよ、うん、だからなんかこういうことを言ってるっていう中に誰がやってんの誰がやってんのって大谷さんがバーって切れてて、あのまあアントニーさんがとっさに嘘でついて、まあまあナダルなんだけどって言ったらぶっ飛ばしてやろうかめっちゃぶっ飛ばしてやろうかって早いのよぶっ飛ばしてめっちゃ怖くてぶっ飛ばすわあいつっていうでもそっからやっぱちょっとほんまに怖くてほしい、やっぱそのちゃんと切れんねやって思ってもたら、うん、ちょっと一歩踏み込みづらいのよ、うん、やっぱそのあのやっぱプロレスやからさ結構グイグイいけるはずやけどやっぱ一個引いてるあらららら、っていうな あららららあわあわわわ感じるいやちょっととりあえず、ね、あのトリトリチャンネルのその解散ドッキリ、はい、そうですね、もうおすすめです、そうですね、ちょっとそれはまあぜひ見ていただきたい、あの覚悟はしておいてください、あの引く可能性あります、あのコメント欄見てもちょっとだけ荒れてますそうそうそう、あの、うん、その納得できない人は納得できないんですけど、うん、低評価も割と多いです、僕でもよろちきチャンネルの視聴者だったら楽しんで見てくれるんじゃないかなと、あ、そうだね、変な空気が好きな人は楽しめると思うんで、はい、とりあえず、ナダルさんが思うちょっときつい先輩、きつめの先輩、はい、いい意味でもありますね、はい、いい意味でもね、はい、1位からはちょっと勝ち1位からも一言しかおれへんすまてはいあわわ7月20日火曜日19時からルミネの吉本で新ネタ漫才ライブがあります、はい、漫才ライブです。
けども、 M1 を優勝を目指してね、2冠を取るためのライブというのがありまして、それがルミネ座吉本でございます。はい、概要欄の方にチケット情報あります、うん、劇場チケットもあります、お願いします。オンラインチケットもあります、はい、コントも2本ぐらいやるのかな、コントも2本ぐらい下手やな、コントも2本ぐらいやります、ということでぜひ来てほしいなと思います。見どころお願いします皆さん。はい、もう面白いライブチャ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 イ、お願いします。来てください。